どうも、大島康やすおきと申します。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございます。2023年秋ドラマの足音が近づいてまいりました。というかもうすぐそこまで来ているという状態なんですけれども、このチャンネルではね、マイクール期待度ランキングというのをドラマが始まるまでに必ずやるようにね、最近はしているんですけれども、秋ドラマもう始まっちゃうんですよね。さすがに僕ね、9月の下旬に始まるドラマは秋ドラマだと思うんですけれども、なんかね、まとめてるサイトによっては、秋ドラマに入れてないと。10月から始まるものを秋ドラマと定義しているところも あるるんですすけれどももさがにににね僕9月のの下旬に始ままは秋ドラマに、えーま、とめた方がいいいいんじゃないかなかとと思っております、えー、というのはね、もうドラマ業界が完全にカオスになっておりまして、えー、枠がまずめっちゃ増えてまして、これ細かく数えると40本ぐらいの枠があるんですよね。ワンクールですよ。つまり、えー、年間ですね、四子16で160本の、えー、地上波ドラマがあると、えー。まあ、有料のチャンネルから来ているものとかが、えー、地上波にも流れてくるみたいなものも含めてそれなので、数え方が非常に難しいんですけれど けれども、ざっくり40本ぐらいあるんですよねそして開始時期がねばらついている早めに始まるものからそのクールの中で遅めに始まるものの差がですね約1ヶ月ついてるんですよね下手したら1ヶ月以上ついてるかもしれないですねまあ、そんなねテレビドラマ乱立の時代なんですけれどもそんな中でこそ私がですねキャストとスタッフそして設定を知っている状態でドラマの第1話をまだ見ることない状態で期待度ランキングというのをまとめる作業これ大事だと思っておりますので今回秋クールもやっていきたいと思います えー、で今回はね、まあ割と癖の強いクールかなとは思うんですけれども、なんかね、ちゃんと歴史に残りそうなドラマが多いなというのがね、えー、割とひいきめなしの、えー、忖度なしの印象でございます。えー、で、14本、えー、上げていきますけれども、どうせね、クールが始まってしまえば、毎週のね、私の心の中のオリコンチャートみたいな、えー、毎週ドラマランキングというのもやりますので、えー、よかったら詳しくは、えー、そこでキャッチアップしますので、今回はかなりざっくりやりたいと思います。まああくまで40本以上ある中での私の選んだ十数本なので、漏れてる作品もきっとあると思います。 と思いますので、えー、皆さんこれ楽しみにしてますよっていうのをもう私のランキングとはもう関係なくていいですから、えー、1本でもいいし5本でもいいし10本でもいいので、えー、書いていただけると嬉しいですコメント欄をね掲示板みたいな形にして、まあ、私のランキング 自体が、ま、情報として、ま、価値あるとは思っていますけれども、ま、その動画をですね、ま、話半分に聞いたり止めた上でもね、下のコメント欄をですね、スクロールして、掲示板として楽しむっていう使い方ももう全然してくださいっていう形の今回は動画でございますので、ぜひともコメントよろしくお願いします。えー、で、13位と14位ズドンと出したいんですけれども、え、こちらはですね、昨日何食べたシーズン2と、家政婦のミタゾの第6シリーズでございます。え、これはもう安定の続編というわけなので、あえてですね、上位に入れることもないかなと思っておりました。え、ドラマとしてはね、両方これまでのシーズンも、 名作でございますから、見たことない方はぜひとも見てほしいです。えー、で、家政婦のミタゾノ今までの人たちと、えー、同じキャストが続投というのが嬉しいところですし、えー、新人の家政婦役で桜田ひよりさんが加入というのもですね、えー、どういう科学変化が起こるのか楽しみでございます。えー、そして皆さん忘れてるかもしれないですけども、脚本はですね、ついこの間までビバンをやっていた、八つひろゆきさんですからね、っていうところ、え、意識してみるとさらに面白いのじゃないでしょうか。えー、そして、えー、昨日何食べたシーズン2はですね、この吉永文先生の作品が、えー、同じクールで2本流れるんですよね、 っていうのがね、まずめっちゃすごいよねっていうところで、えー、上位に何が入ってるかっていうのはもう分かる人には分かっちゃってるんですけどね。えー、で、これ、昨日何食べたまだ見たことないという方は、なんとね、テレ東のドラマ公式チャンネルで、 前は無料配信されてるんです。今。なので、ぜひともですね、今すぐに見てですね、シーズン2に流れ込むのがいいかなと思います。そして脚本はね、足立直子さん続投なんですけれども、監督がね、なんと変わりまして、このチャンネルではね、フェンスとか、カシマシメシとかで言及してきました松本香奈さんという非常に若い監督が入りますので、これカシマシメシであんなに飯をうまそうに撮っていた方ですからね、今回非常に楽しみでございます。下手したら、この夫人の変化でね、シーズン1より好きかもっていう人が、 増えててくるるる可能性もあるぐらいいいでですすね期待しているわけでございますそして、第12位は、たとえあなたを忘れてもという作品でございます。10月22日スタート、毎週日曜夜10時からのテレビ朝日系列なんですけれども、こちらはね、なんと言っても僕は、これメインの2人がいいなというところですね。主演がなんと堀田真ユさん。堀田真ユさんいいね。鎌倉殿の13人も良かったですし、表情も良かったですね。なんかメインどころではないんだけれども、脇で、なんだこいつみたいな存在感を放つっていう。 役をやってきたと思うんですけれどもなんと今回主演ということでそして「 お相手が、萩原陸さんでございます。僕が真夏のシンデレラで一番好きだったむというキャラクターで、えー、ここからどんどんね、主演俳優としての、えー、器、格を上げていってですね、どんどんレベルアップしていくんだろうという方でございます。で、日曜の夜10時の、えー、枠ですから、これも大抜擢と言ってもいいかもしれませんね。えー、ピアニストになる夢を失ってしまったヒロインと記憶障害を抱えている相手役の萩原陸さんがですね、えー、まあラブストーリーを紡いでいくという話なんですけれども、まあ、風間俊介さん、ランレさんなど他のキャストも発表して、 されているんですがもう一つの僕の注目ポイントとしては、オリジナル脚本っていうところですね。同じぐらいの面白操作があるとしたら、僕はオリジナルの方を押すっていうのを、このチャンネルでは一貫して言っているんですけれども、浅野妙子さんという方が脚本でございます。えー、ラブジェネとか。 え、ジテレビ版の大奥とか、え、ラストフレンズとかの脚本家でございます。え、そして最近だと NHK のね、プリズムという、え、杉咲花さんとか、藤原季節さんとか、森山未来さんとかが出ていた僕も、え、これかなり好きな作品でしたけれども、え、そういうのも最近も、え、バリバリ手掛けられていて、そちらは原作というクレジットになっていたんですけれども、え、浅野太子さんの最新作ということで、え、この枠はね、もうオリジナルで行くんだと、え、決めているんでしょうという感じですね。そして大物脚本家がついて、え、メインは、え、まだ主演とかをあんまりやって、 ていない若手女優という風に決めているんだろうという枠ですねえこれはもう非常に枠のブランディングっていうのが非常に楽しみな枠ですからこれ引き続き見たいなと思っておりますえそして第11位はマイホームヒーローでございます割とね大型企画で原作のファンの方も非常にたくさんいるので楽しみな企画でございますえ10月24日スタート毎週火曜深夜の1時28分から tbs ほかということでヤングマガジンで連載中の超人気漫画えそしてテレビアニメもやっていまして累計330 30万部を突破している漫画というぐらい非常に人気がある作品ですね娘を守るために殺人犯になってしまった父親がですね家族を守るために戦っていくというですねファミリーサスペンスというのの主演をなんと佐々木蔵之介さんがやっていますそしてなんと来年の春にはもう映画が決まっていますというですね大型企画今時珍しいですねまあ、ロケットスタートのメディアミックスということでまあ、こんだけ振りかぶってるからには期待していいんじゃないかなというだけなんですけれどもねなんか時間帯をちょっと こう奥の方に下げて隠している感じも含めてですねなんか割と野望を感じるんですよね振りかぶった自信満々の大型企画ということで非常に楽しみでございますえそして第十位はぬかるみの食卓ですね同名の原作漫画のドラマ化なんですけれども斉藤京子さんが初の単独主演を務めるということでこのキービジュアルはねえピンクのぬかるみに顔だけ出して使っている斉藤京子さんという非常にキャッチーなねこれキービジュアルオブザクールですねえもうこれで心つかまれてしまいますけれども よくよく調べてみると不倫者だと。 えー、主人公のこの京子さんが演じる女の子がですね、バイト先の店長と不倫をし、さらに店長の息子と妻まで近寄っていくパラサイト不倫を描いた漫画ということで、えー、これをですね、この斎藤京子さんのね、この独特な美少女感と、えー、いうので演じるっていうのがどんなことになるのか、えー、これは非常に楽しみ、見物だなと思っております。えー、で、監督がですね、浅戸真理さんという方で、この方僕以前からすごく注目してる方なんですけれども、えー、呪音黒い少女とかですね団、えー、百鬼 という僕が大好きなホラーのオムニバス作品があるんですけれども『ザンエの前日探』みたいな作品ですねそちらに出てくる「ですね影男」と「つけてくる」というね2つの作品を手がけている方であのホラーとかサスペンスとかがめっちゃうまい方なんですよねそんな人がやるこの設定の漫画のドラマかということですよ面白そうすぎませんっていう僕はですね毎回このランキングに結構怖そうなものを平気で上位で入れるという癖がもうね皆さんには見破られていると思うんですけれども今回はその枠がこの「ぬかる」 非常にね、単純にめっちゃ楽しみでございます。あの皆さんもぜひ、チラリと怖いもの大丈夫な方。まあ、でもホラー的な心霊的な怖さにはならないと思いますので、えー、サスペンスとして不穏な感じっていうのをテレビドラマに求める人は必見かなと思います。えー、10月21日スタート、毎週土曜夜11時半からのテレビ朝日系列でございます。そして、第9位は、 セクシー田中さんですね。えー、こちら僕、ツイッターとインスタで、あの、ライチ、楽しみなドラマありますかということで、アンケートを取ったんですけれども、下手したらね、合計点だと、セクシー田中さん、これ1位かもしれないというぐらい、皆さんからの口コミ、応援のコメントが多かったでございます。え、2023年10月22日スタート、毎週日曜夜10時半からの日本テレビ系列でございます。え、同盟漫画をドラマ化ということで、木波遥さんが主演。え、仕事は優秀なんだけれども、友達も恋人もいない。え、周囲から変人扱いされているアラフォーの王 OL さんがですね実は超セクシーなベリーダンサーであるというまあ、裏の顔を持っていたそれを知ってしまった同僚の OL がですねえこれメルルさんなんですけれどもその一様に惹かれて憧れていくという話らしいですけれどもえ木並遥さんがですねもうこのダブルのですねこう2つの顔を演じる演じ分けるということはもう設定の時点でこれ完全に確定しているわけですよねこれを楽しみにしている人が多いっぽいような僕に来たコメントでございましたえそしてメルルねこのチャンネルでももう散々もう褒めちぎっていますけれども えー、日曜の夜ぐらいはでも活躍していましたし、えー、石子と羽男でもゲスト出演、そして、えー、教場でもゲスト出演ということで、あのー、マイクールですね、存在感を放っているという、あの、もう若手女優の中でもトップレベルに注目株というメルルさんですから、えー、その二人が、えー、主演という時点で信頼している人が多いのかなという印象でございました。そして、えー、原作の漫画のファンの方もとても多いみたいで、僕、原作漫画ちょっとこれ読めてないんですけれども、えー、読んでみようかなというふうに思っております。そして、 第8位は、すいません、これはね、世代なので許してくださいっていう感じなんですけれども、テレビ東京系10月20日スタート、毎週金曜夜8時からの枠、ハイエナでございます。篠原良子さん主演の韓国でヒットしたドラマ、ハイエナ弁護士たちの生存ゲームを、篠原良子さんと山崎育三郎さんをダブル主演にして、日本でリメイクしたという形ですね。雑草タイプの弁護士をですね、篠原良子さんが演じまして、片やエリートの弁護士をえ山崎育三郎さんが演じるというですね、この対照的な二人をえ戦わせ というドラマですね、まあ、テレビ東京の、ね、この枠で、まあ、どのぐらい予算がかけられるのかっていうのはちょっとわからないんですけれどもあんまりね篠原涼子さんテレ東ドラマのイメージないんですけれども僕がねちょっと安心してる部分としてはこれ脚本がね佐藤志麻子さんという方で。 なんと、アンフェアシリーズとかを手掛けている方なんですよね。なので、篠原涼子さん、当て書きでこの脚本家の方が当てられているっていうことはほぼ間違いないと思いますので、篠原涼子さんに何を喋らせるかっていうことを熟知している方が書くんだよということですね。えー、まあ結構ベテランの、えー、脚本家の方だと思うんですけれども、今季はですね、なんかそういう脚本家と主演のタッグみたいなのが結構多くてですね、そこは注目していきたいと思っておりますし、韓国版の方を見なくてもおそらく面白いように作られていると思いますので、これは結構ね、脚本と主演 といいいうセットでで楽ししみにしている作品でございますそして第7位はすいませんこれもっと上でいいのにっていう人も多いと思います、えー、ツイッターとインスタのアンケートではこれも1位に近かったと思います、えー、ワンデー聖夜のの騒ぎででごござざいいまますす、えー、月月日スタートこれはねまあニノのファンっていうのもこのチャンネルではマイファミリーもビバンもやってきましたからたくさんですね見てくださっていると思います、えー、そしてニノはですね月9の主演で、えー、中谷美紀さん大沢隆夫さんとトリプル主演を すするとととといいいいううここででそしてなんといってっもねねオリジナル脚本っていうところがいいですよ、ね、まあクリスマスの夜というですねまあ設定だけがありましてそこにまあ割と逃亡犯とかまあいろんな設定の人たちが出てくるということでまあ24とか、えー、まあクリスマスものですねラブアクチュアリーとかまあそういう感じですかねまあそれがこう全部混然一体となっていくみたいな形だと思いますまあある意味こうグランドホテル形式みたいなまあ有頂天ホテルとかまあそういうのにも似てる感じだと思うんですけれども、えー、これ脚本がですねルパンの娘とか、えー 警部補大魔人をやっていた徳永雄一さんという方で、えー、そして演出がねまあ鈴木正之さんというまあフジテレビの超大物ですよ、えー、ロ論化け古畑忍三郎ヒーローまあ、えー、皆さんが知ってるフジドラマをパッというとこの人の作品におそらく当たるだろうという方ですね、えー、なのでもう万弱中の万弱っていうところですね、えー、前のクールでちょっとね真夏のシンデレラっていう相当冒険な、えー、冒険でしたあれはもう本当に大冒険だったと思います、えー、冒険をしたので今回は万弱に行くぞっていうね、えー、前回の日曜劇場美版にまあ匹敵するようなプロジェクト だとまあ僕は思いますねでそこにですね、連続でニノが入ってるっていう、これはニノファンからしたら、えー、これほど誇らしいことはないですよね。えー、これはもう皆さんが楽しみにしてるので、僕があえて上位に上げるほどのことではないという意味で、ここに、えー、留まっているというだけで、僕も、え、非常に楽しみですし、やっぱりね、なんと言ってもオリジナル脚本っていうところが、あの、押せるなというふうに思っております。えー、で、江口洋介さんとかね、中川大志さんとか、松本若菜さん、中村杏さんっていうですね、えー、まあ、なんかね、メジャー感ある人を、こう、ピックアップして使ってるっていうところも含めてね、 なんか多くの人に届けようとしてるっていうですね前のクールと打って変わってという感じの見せ方かなというふうに思ってますのでこれ毎はあの面白そうだったらですね感想動画考察動画上げていく可能性がありますので是非とも皆さんもまあ是非ともって僕が言わなくてもみんなが見るっていうタイプのドラマですねえそして第6位はユリア先生の赤いい糸でございますこの辺りからもう実質期待度1位っていう感じなんですけれどもえ毎週木曜夜9時からスタートのテレビ朝日系列でございます主演はですね 美穂さんでございます楽しみですね菅野美穂さんはもう僕ドラマに完全に愛されまくった人だと思っておりますのであの本当に楽しみでございますそして鈴鹿王子さんとかね田中哲司さんとかね宮沢山さんとかも本当に脇を固める人たちも非常に素晴らしいんですけれども、えー、心優しい売れない小説家と結婚した主婦がですねいろんな問題を乗り越えていく話なんですけれども突然ですね夫が倒れてですね救急搬送して運ばれてしまったとそして病室に駆けつけたところでその夫が隠していた 嫌みとか。 秘密とかをたくさん知ってしまい、それを背負いながら生きていかなければいけなくなるという話らしいんですけれども、これ、すいません。これもね、僕原作漫画読めてないんですが、漫画の評価めちゃくちゃ高いですね。もうその年を代表する漫画みたいな風に言われていたりするそうなので、ちょっと悩んでるところなんですよね。これ読んでから見るか見てから読むかっていうのを相当悩まされるタイプの作品です。いや、本当にそうなんですよね。ちょっとね、これは皆さんのご意見もあの聞かせてください。漫画読まないで見た方がいいかもしれないです。漫画がもう ててイメージを作ってしまう可能性もあるのでみたいなねドラマを見終わってから漫画を読むんでも遅くないと思います。みたいなですね。指揮者の方の意見お待ちしております。で、脚本がですね、橋部厚子さんという方で、これ、フリーター家を買うの脚本家でございます。え、そして音楽、菅野優吾さんですね。え、菅野優吾さん、このチャンネルではもう散々名前を出してますので、え、ドラマ知識筆記ペーパーテストというのがありましたら、え、これはですね、もう基本問題。え、これを落としたらもう不合格っていうところですね。え、菅野優吾さんが手がけた作品を1個書きなさい。え、これ書けなかったら大変なことです。 えまあガリレオでもいいですよ。ヒルガオでもいいですよ。テセウスの船でもいいですよ。新参のシリーズでもいいですよ。罠の戦争シリーズでもいいですよ。もう何でももう好きなアニメでも何でもいいですよ。書いてもらえば大体当たるんじゃないかというぐらいですね。もう作品数、劇版を手掛けた数っていうのが、存命の方の中で一番多いんじゃないかっていうぐらいのえ方ですから。壮大な。 スリリングなテンション上がる音楽をかけてくれることがもう確定しておりますね、えー。という意味で非常に楽しみなんですけれども、扱い方ちょっと悩んでるなという作品でございます。そして、これね、くしくもね、第5位がちょっと設定が似てるなって。 っていうところがありますね。えー、こたつがない家でございます。えー、10月14日スタート。日本テレビ系列で毎週水曜夜10時からでございます。えー、これはね、ユリア先生の赤い糸の、なんか、用番というか、まあ、陰と洋みたいなね、こう対照的な構図におけるのではないか。えー、女の人が男の人のトラブルを背負って生きるというですね、えー、これ表側が、えー、こたつのない家だとしたら、こう、裏側がユリア先生の赤い糸なんじゃないか、みたいな、えー、ふうに思いますけどね。えー、で、これはまあ、オリジナル脚本なんですけれども、えー、民放ゴールデンプライン 舞台連続ドラマなんと小池栄子さん初主演だったというですねえ小池恵子さん関係者以外の方、すべての人が驚く事実ですけれども、そこにですね、俺の話は長いとか、コントが始まるとかの金子茂樹さんが脚本で描くということで、これもですね、主演脚本家というタッグですね。ネオホームコメディというふうに言われていますけれども、40代のえバリバリ働いているウェディングプランナーの主人公、小池栄子さんがですね、若い頃から全力で生きてきた、欲しいものは全部手に入れてきた。しかし、気づいてみると、 夫と息子、父三人のダメ男たちを養っていたのであったという、まあ、ホームコメディーらしいんですけれども、まあ、なんてことはないですよね。家庭が壊れたところからスタートするユリア先生。家庭がいつの間にかぼんやりあるところからスタートするえこたつのない家という、たつがない家ということでね。これ対照的で非常に面白いなと思います。まあ、これは本当にたまたまでもあるし、これ時代の流れみたいなこともあると思うんですけれども、なんとなく似たドラマが同時に発生するってやっぱあるんですよね。前のクールで言うと、例えば、まあ、 消防団とバラカモンっていうのはですね、村に移住する何かを書く人の話っていう意味で言うと、まあ、陰の方がはやぶさ消防団で、陽の方がバラカモンだったみたいな感じで、設定だけ聞くと早押しクイズだと間違えちゃうんじゃないかみたいなね、こう似た作品がパッと出てくるっていうのが、現象として非常に面白いので、この二つをですね、見比べていきたいなと思っております。まあ、金子茂げさんもね、テレビドラマ筆記テストがあったら、これはもう第一問第二問に入ってくると思いますけれども、金子茂げさんが手掛けた作品を書いてください。プロポー 大津大作戦でもいいですハチミツとクローバーでもいいですボイスでもいいですサマーヌードでもいいですコントが始まるでもいいです何でもいいですもう向田国古賞を受賞している方でございますオリジナル脚本が見られるというのが非常に楽しみですねそしてダメ男三人のキャストこれ誰なんだろうっていうのを気になっていました小池栄子さんが乗ってるキービジュアルこれはもうかっこいいんですけれどもダメ男三人が夫が吉岡秀隆さんお父さんが小林香留さんそして息子さんが佐久間龍人さんということでなんとなく顔に てる3人 とししててて選ばれてるっいいう感じもまあしなくもななくですよね、えー、そして、小林香さんっていうのは結構ね、威厳のあるおじさんをやることが多いなと思うんですけれども、そこからまあ、牙を抜いて、なんかダメ男をやらせる、まあ別のタイプのダメ男なのかもしれないですけどね、えー、妻から熟年離婚を言い渡されたっていう風になってますので、まあどんな描かれ方をするのかわからないですけれども、非常にですね、この3人のキャスティング、絶妙だなと思います。だからみんなこれどうなんでしょうね、設定としてはみんな、 イケメンかっこいいっていうことになっちゃってていいんですかねうん。まあ少なくともですね、この男子3人は結構似てるなと僕思うんですよね。顔がね。えー、普通に整ってる顔の3人。だからこそ、ちょっとダメ男になっちゃってるんじゃないかなみたいなのを、えー、小池栄子さんが支えるっていうキャスティングとして、えー、見事かなと思いますので、これ非常に楽しみでございます。そして、 第4位はですね、これですよ。こいつのせいでこの動画を早く撮らなければいけなくなってしまいました。えー、パリピ公明でございます。なんと9月27日の水曜日からスタートするということで、えー、毎週水曜夜10時からフジテレビ系列でございます。えー、これね、もうアニメも大人気で、えー、非常に面白い設定で、しかもまあ現代的なね、えー、設定ですよね。まあある種のこう転生ものというか、えー、そしてまあこう、まあ、アイドルものみたいな、えー、まあカルチャーも含んでいますので、えー、現代、この令和の時代にヒットするっていうことがね、もうこれ 完全に、なんていうのかな、こう、確約されたヒットコンテンツっていう感じがしますよね。諸葛孔明が、えー、現代に蘇みってですね、とあるアーティスト志望の女の子をですね、その軍略をもって支えていくという話なんですけれども、えー、これ設定だけ聞くと、あ、深夜かなとか、0時代かなとか、せめて23時代かなと思うと思うんですけれども、えー、なんと、富士の10時ですからね、えー、そこでやる話なのかっていうのはね、ちょっとね、びっくりしたんですよね。えー、で、やっぱりね、僕はもう出演してると信頼できるっていう俳優さんがいました してやっぱりね森山未來さんが出てりゃ間違いないっていうですね、えー、僕の中のちょっと過信みたいなものがあります、えー、そしてまあ、初活孔明の役が、えー、向井理さんそしてシンガー志望の、えー、女の子の役が、えー、上白石萌かさんとかですね劉備ディーン藤岡さんもいいじゃないですかもう適材適所だなと思いますのでこれはもう必然的に面白いんじゃないかなということでかなり上位に入れさせていただきましたそして第3位は下告状窮地でございます10月15日スタート毎週日曜夜9時からの TBS 系列日曜劇場 でございます。 えー、まあ、実はあの、ノンフィクション小説を元にした、えー、作品ですけれども、えー、鈴木亮平さんが演じているですね、えー、高校の教師がひょんなことから、えー、弱小野球部の顧問をすることになるということですね。もちろんですね、鈴木亮平さん、黒木春さん、井川遥さん、生瀬克久さん、小泉孝太郎さん、小日向海野さんということで、もう本当に素晴らしいキャスト陣なんですけれども、やっぱりスタッフですよね。うん、荒井純子プロデューサーと塚原愛子監督、この二人がね、手掛けてきたドラマに僕らは何度ですね、泣かされ踊らされてきたかということですよ。えー、まあ、最近で言うと石子と羽根 最愛ですけれども、まあミュウ四マル四、アンナチュラルリバース、まあ本当いろいろありました。言い忘れてる作品もきっとあると思います。えー、この二人がタッグを組むんですよね。 そして、まあ、奥寺さと子さん。これも超大物脚本家ですよ。この方が今現役で書いてくれてるということが、まあ、奇跡みたいな方ですからね。その方が、まあ、最愛のね、脚本に続いてだと思うんですけれども、このチームと組みますということですね。で、やっぱり夫人としては、結構日曜劇場的には異色だと思うんですよね。この女性陣で作り上げるっていうことに、まあ、そんなに意味をね、持ちすぎるっていうこと自体、時代遅れなのかなとは、まあ、思うんですけれども、やっぱりこう、平日の夜、割と女性をターゲットにしているっていうのが、テレビドラマの現実としては、ま、あ 僕はは一応あるとは思ううんでですすけれども、えー、日曜のの夜っていうのをですね、まあ、大河ドラマの流れから、えー、おじさんたちが見る枠っていうので、まあ、ちょっとね異色なんですよね日曜の大河ドラマと日曜劇場っていうのは、えー、でそこにですねこの女性の、えー、タッグしかもこの3人ですよ、えー、今までですね平日に主にドラマを作ってきた3人っていうのを、えー、当てるということですね、えー、これは非常に意味があると思いますし、えー、ある意味ですねこれ「v i v と、ま、並行して作られている部分があると思うので、ビバンを踏まえてはないと思うんですけれども、ビバンに関して僕はま、いろんな解説を繰り返してきましたけれども、日曜劇場を内部から破壊するような作品だということをずっと言っています。その上でですね、ビバンが破壊した日曜劇場の歴史、2013年に始まったですね、福沢、半沢、直樹の歴史をですね、ビバンが一度これ断ち切ったと考えます。そしたら、その次の日曜劇場の最初を作るのがこの作品だというのはですね、僕は非常に幸せなことだなというふうに思いますので、これはです、ね どんなことがあってもですね、何かしら、まあ、日曜劇場っぽくないね、みたいな、え、驚きを隠してるんじゃないかなというふうに思いますので、え、どんな驚きがあるのかっていうことでも、非常に身を委ねて楽しみたいなという気持ちばかりでございます。え、主題歌がスーパーフライっていうのもいいじゃないですか。この野球、野球部の顧問っていうですね、まあ、どうしても、ま男性社会っていうふうに思わざるを得ない設定なんだけれども、え、それを女性を中心に作っているっていうところに、あの、非常にプライドを感じる夫人でございますね。非常に楽しみですね。 そして、第2位は、フジテレビ、一番好きな花でございます。オリジナルでございます。サイレントの同じ枠でスタッフが再集結しました。という作品ですね。サイレントの脚本家、ウブカトミクさん、そしてプロデューサーは村瀬健さん、そしてサイレントの演出を手掛けられていた一人である高野舞さんがですね、そのままチームとしてですね、入るということになっております。そして、 クワトロ主演というのが気になるポイントですよね。4人が主人公の作品ということですよね。まあ、ピザでクワトロフォルマッジとかね、えー、あるから、まあ、聞いたことあると思うんですけど、まあ、クワトロって4という意味ですけれども、えー、もう決まっておりますね。えー、タベミカコさん、えー、松下洸平さん、今田美桜さん、神尾楓珠さんというのが決まっておりまして、そして、なんと主演じゃなく中野大雅さんが決まっているというですね、これはもうどういうことっていう感じの豪華キャストですね。えー、まあ、個人的には印象としてタベミカコさんは、もう若干ね、お仕事を選ぶフェーズに入ってるような気がする俳優さんなんですけど、 松下さん、今田さん、神尾さんに関しては、中野さんもそうですよね。えー、この人たちって、もう日本の今の忙しい俳優ランキングトップ10を作ったら、確実に入る4人だと思うんですよね。えー、そんな4人を、まあ、よく集められたなっていう、まあ、もちろん裏話聞いてないですから、全く妄想になるんですけれども、第一希望で押し通して、最後まで貫いたんじゃないかっていうようなですね、えー、パワフルさを感じるようなキャスティングですよね。 そして設定としてはですね、男女の間に友情は成立するのかというテーマらしいんですが、ここがですね、僕個人的には1位にならなかったポイントなんですよね。僕の期待度ランキングなんてもう勝手にしてくれっていう感じだと思うんですけど、皆さん1位にしている方も多いと思うんですけれども、 男女の間に友情を成立するに決まってるだろうって僕は思ってるんで、成立しない可能性ってどういう意味っていう風に思ってますので、なんか、その問い自体にあんまり乗れないなっていう自分がちょっといます。しかし、まあ、ドラマを見てみた結果ね、あ、そういうことを描くのかっていうことで、まあ、納得させられるっていう期待感もちょっとあったりするので、なんかね、その問いが、あの、時代遅れじゃないといいなーっていう、まあちょっとですね、まあ、奇遇だといいなというような、なんかね、このストーリーの設定の部分にはそこまで乗れなかったというのがあるだけでございます。基本的にはもう全幅の信頼を 置いていいてて楽しみでございますそして、これまで紹介してきた、そうそうたる作品を抑えて、私の中で個人的に1位になったのは、もう説明不要ですね。大奥シーズン2でございます。もう NHK が大奥を作ってくれることに大感謝、大感謝ということを僕はずっと言っていましたけれども、こちらももうすぐ始まっちゃうんですね。10月3日スタートです。毎週火曜夜10時からの NHK 総合ですけれども、えー、吉永ふみさん、昨日何食べたと同じ原作者の作品がですね、同じクールで2本ドラマになるんですよ。これとんでもない方です。えー、まあ男女逆転版大奥でございますよ。 え、で、実在の人物の名前っていうのは、ま、こう、主に女性の方に当てられていまして、え、ま、男たちがですね、こう、大奥の中にいる、え、ま、女性だった人たちですね、歴史上は女性だった側の人たちが男になっている。つまり、子孫を残すために、使われる存在になっちゃっているのが男だったらということによって、え、現代の、え、我々のジェンダー意識っていうのを浮かび上がらせる。ま、現代だけじゃないですね。え、歴史と、え、ジェンダーってなんだっけ、男女ってなんだっけ、愛ってなんだっけ、みたいなことをね、ゴリッと、え、浮かび上がらせる作品なので、 えー、これ、シーズン1見てない方はですね、今のうちに NHK オンデマンド UNEXT 入っている方は UNEXT の中でポイントを使って NHK パックを使います。え、1円もかからずに使えます。え、それをぜひ使ってですね、え、追いついて見ていただけるといいかなと思いますし、なんならシーズン2から見てもいいかもしれないぐらいですね、え、ぜひともリアルタイムで見るべき作品だと思いますね。え、脚本はもちろんですね、前作に引き続き森下よし子さんですし、え、まあ、キャストはもちろん時代が変わるのでね、ほとんど変わるんですけれども、例えばえ、仲間紀恵さんとか、 啊。<noise> え、松下奈緒さんとか、まあ平賀源内が鈴木杏んさんとか、岸井ゆきのさん、竹内久美さん、まなきれいかさん、蓮ん美つみささん、安達由美さん、ね、えー、NHK に最近ちょっと出てるなぁ、みたいな方が、もう大集結してるっていう感じですよね。そして、もちろん男性陣もね、豪華ですけれども、もちろん、ファーストシーズンと同じようにですね、こう、時代ごとに、まあ2話とかでどんどんこう、区切っていくタイプの作り方、だからこの豪華キャストが実現してるっていうのもあると思うんですけれども、えー、このクールだけで区切った時の豪華キャストランキングで言うと、当然1位だと思いますし、まあシーズンは 1で描ききれなかった部分ね江戸時代前半をシーズン1でやってましたからえそれをシーズン2で描くということでえそして nhk のですね潤沢なえこれまで築き上げてきたえ歴史ドラマのセットというえそして知識というのがすべてふんだんにですねリアリティ方向で生かされるということでこれはもう楽しみ以外の何でもないですよ多くシーズン2が僕の中で期待度圧倒的第1位でございますえまあシーズン1の方もねクールの第1位に確かえ完結後のランキングでした気がするんですけれどもまあ多く本当ク いいいいでで見見ててない人はもう騙されたたと思って絶対見た方がいいですよあのこれだけの作品を無料で見れるっていうことはなかなかチートですから、まあ、そして恐ろしいことに今見た上で文句言ってる人あんまり聞いたことないっていうのがまあこの多くという、えー、NHK 版多くというドラマの凄さだと思っておりますので、えー、非常に楽しみだなぁと思っておりますはい、えー、すいませんね40本以上ある このクールのドラマの中で、私が勝手に選んだ十数本ですから、入ってない作品もあると思いますけれども、皆さんコメント欄でぜひとも書いていただきたいと思います。そして、まあ今季の傾向としてね、ちょっとね、漫画検索の恋愛ものみたいなものが、相変わらずどんどん増えてきてるなーっていう印象がありまして、僕はね、ちょっとそれを判断する目が自分の中にあんまないので、ちょっとね、それは今回ほぼ除外させていただきました。しかし、まあ嘘コンみたいにね、あまりにもみんなが言うから見てみたらすごかったみたいなパターンもありますので、そういう作品を は後追いでどんどん扱っていこうと思っておりますので、えー、勘弁してください、えー、ドラマが多すぎるけれどもやっぱりその分ね名作も生まれていくので、えー、しっかりついていこうかなと思っております以上大島康幸でした引き続き、えー、毎週のランキングね、えー、復活していきたいと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございました